デストレ級防護巡洋艦は、フランス海軍が最後に建造した防護巡洋艦の艦級である。フランス海軍で1894年度艦隊整備計画により建造された植民地警備用の小型防護巡洋艦で、同海軍では二等巡洋艦に分類していた。本級はカティナ級の小型版として設計された艦である。右舷から撮影されたデストレ。 中央部のマストは撤去後である。船体形状はフランス巡洋艦で長らく主流となってきたタンブルホーム式の船体を廃止し、没個性的なデザインとなった。基本的に高い還元を持つ平ら乾板型船体で外洋でのしのげなみ性は良好であった。艦首から前向きに手法として 14cm 単装砲が1機を配置、下部に司令塔を組み込んだ。 露天式の環境構造は箱型とし、その上に短脚式の前、小柱が立つ。環境構造の背後から2本の煙突が立っているが、フランス海軍ではボイラー室を前後に振り分けた間室分離配置を取っているために、煙突は2番煙突と3番煙突の間は広く取られ、間に短脚式の中央章が立つが竣工後に撤去された。煙突の周囲は、 関西艇置き場となっており、関西艇用のボートダビットが、片源2機で、計4機で運用される。2番煙突から、後ろは、後部船橋、簡便な短脚章、後ろ向きに、主砲 14cm 砲1機が乗る。原則には、半円形の張り出しが2箇所設けられ、そこに 10cm 単走法が、片源2機ずつ、計4機配置された。 1887年3月、ロシュフォート造船所にて、寄港。1897年10月浸水。1899年、春行。1922年除籍後解体。ロシュフォール3.189710.189718991922ストリックン1900年春行。1910年11月22日に、ビスケーワンで、 座礁放棄、ありがとうございます。